株式会社三谷は、は、磁性、高潤滑、低接触抵抗メッキ、MC10NGL を開発しました。電子コネクターなどの修道接点部に使用される金メッキ仕上げ処理で、非磁性の特性を持ちながら、高潤滑性、低接触抵抗を兼ね備えたメッキ被膜です。医療製品に使われるコネクターで、磁性に影響を受けず、 低い接触抵抗値を保持したまま長期間使用できる潤滑性の高いメッキ被膜はないかと相談を受け開発いたしました従来のメッキ被膜では肘性を求めると潤滑性が低くなり修道試験を行うと修道抵抗値が高くなるというジレンマを抱えていましたそこで肘性でありながら潤滑性の高いメッキができないかと研究開発に取り組みました 素材の表面処理や下地のメッキの種類、メッキ後の処理を最適な組み合わせを見つけ出し、非磁性、潤滑性、低接触抵抗を実現しました。コネクターの下地に多く使用されるニッケルメッキを強靭で磁性を持たないメッキ種に変更、仕上げに特殊菌メッキを行うことで、低い修道抵抗を維持することを可能にし、従来の特性を損なうことなく、非磁性、 高い潤滑性・低接触抵抗を兼ね備えた金メッキ処理を行います MC10 NGL は潤滑性が向上したことによりコネクターとして低い周動抵抗で使用できる回数が従来の2万回から6万回へと飛躍的に向上しました6万回使用した後でも低い接触抵抗値を維持することができますそのため製品の電気伝導性を長期間安定させることができます 磁気を嫌う機器へのコネクター、電子接点部品、MRI 等の高度医療機器や磁気・磁場センサー、及び磁気実験装置への応用を期待しております。新開発の被膜技術には MC の名称が付けられており、今回の技術以外に、大変色の性能を向上させた銀メッキ MC11NT や、通常のハンダより高音域で使用できる 高信頼性接合 MC12GT があります。今後はさらなる飛膜技術の開発と MC シリーズの量産受注を目指しています。